はい、ということで、はい、グラブのコーナー。いやー、やっぱこう匂いがいいね。いいですね。やっぱ皮の匂いがいいね。いいですね、もう。ってられない。広げあんまくってる。ね、食った気に入れたね。いや、もう焼いて食いたいぐらい。帰りたいです、帰りたいです。まあ、なんで帰ってる。ということで、はい、デビアのフロア店長、野球の、ね、はい、コーナーの、はい、安西さん。はい。ね、売れてますか、野球クラブ。あ、野球クラブ売れてます。おお、公式も軟式も。公式も軟式も売れてます。へぇ、はい、数字でランキングとか分かります。はい、全然、はい。ちょっと軟式から出してみてください、売れ筋を。はい、当店の売れ筋ナンバーワンはやっぱり水野さん。あ、はい、社会人の方の要望にも応えられるようにこういうのカラーのグラブも限定で入れてたりして。はい、で2番目はこちらですね、ローリングスです。ローリングス、はい、私が愛用してたやつ。ああ、そっか、そうっすよね。ローリングスはどういうところですか。革質がすごくいい。はい、当店ですとそのメジャーリーグ好きな方がすごく来られるので、パーパーのモデルとか。おお、上に飾ってますね。でも軟式ってさ、昔より全然しっかりしてるね。あ、そうですね。昔ペラペラだったけどさ、これ入れてみようか、公式かと思ったの。公式でも全然使えますよね。めちゃくちゃいいですね。ここら辺とかちょっと手入れてみてみて。一番なんかしっくりきてますね、ドリンクス。いいな、手に馴染む感じとかがすごくいいと思います。はい、それで3位は。3位は、ウィルソン。あ、ウィルソン。はい、まあ、この中でも一番売れてるのがこのシリーズになるんですけど、メジャーリーグの大スターたちが本当に使ってるモデルですね。お店でこんなに並べてるのは当店。ああ、ジェビオだけ。そう、ジェビオこの店だけ。おお、これはチェックですよ、皆さん。ジェビオさんの一押しはウィルソンなの。全て一押しなんですけど、なんか水のローリングス、ウィルソンはおすすめです。やっぱりウィルソンの昔からダメなんだ。あら、なんでか分かる。なんでですか。この親指が弱いの。あ、中に入っちゃうんだ。やっぱローリングスとはちょっと違うね。硬いけどローリングスはあれから馴染んでいくもんね。だから水野のバランスがいいじゃん。ああ、そうですね、バランスはいいと思います。やっぱこれなんだ、これ。そうですね、両企業です。カラーバリエーションすごいですね。これもこれは違う。それも一緒です。両方ですよね。右投げ左投げどっちも。めんどくせえな、おい。どうっすか、どうっすか。やっぱりね、安定感は水野だよ。ただやっぱりこうグラブが好きで馴染ませていくって言ったらローリングスだ。ああ、なるほど。格好はウィルソン。悪いんじゃない。これの好みですよね。例えばね、これとこれがはめて、俺が言った親指、はい、親指弱い。ここが弱いと先っぽが開くんだよ。こういう風にしぼんでここが浮いちゃう。だから親指がこれ硬かったら皮の感じもいいけど、うん、もったいない。ウィルソンさんは割とそこら辺はあえてやってる部分が一つあって、ボールってこう入ってくるのって外がこういう風に入ってくるじゃないですか。でそれがあまりこう何ですかね、この内側に開いてるからこう開きたいっていうようなイメージなので、ちょっとその親指がこう柔らかくしてるっていうか。俺いいとこついてるっていうことね。田辺さんのおっしゃる通りで、まあ、それとまあウィルソンさんこだわってる。こだわってる。ローリングスっていうのはこう入った時に包み込んでくれる感じがするから、それが好きなの。はい、これは好みだけどね。豊川さんモデルはないんですよね。あ、確かに。俺だって分からん。豊川さんと同じグローブにしてほしいみたいな。あ、はい、子供さんはいないんですよ、ね。要望がね。バカロー。バカにしてるんだもん。ないらしいっす。ないわ。分かってるわ。次、公式。はい。いいですか。順位3位から。はい。公式のランキング3位は、はい、Z。おー、特にまあピッチャー用キャッチャーですね。キャッチャー、はい、あのね、クラブ選ぶ時に一つ気をつけてほしいのは、外野は外野から見るんじゃなくて内野の見た方がいい。内野の作りをしっかりしてるやつは外野もいい。おお、なるほど。そうですよね、はい、外野手なんていうのは大体適当に作ってるな。そんなことないと思いますけど、内野のグラブをちゃんと作れるところは外野のグラブもちゃんと作ってる。言葉に語弊はあったと思うんだけど、キャッチャーミットはまた違うんだ。キャッチャーミット持ってきます。これ手入れてみてください。セリーグ、まあ、半分セキャッチャーが使ってるっていうだけあって、和牛を使っていて張りがいい、いい音が鳴る、肩がいい。はぁ、いいっすね、やっぱずっとね。やってみて全然わからない。これどうやって撮るんだよ。フライパンかみたいな。でもなんかちょっとここ長くないですか。長くない、そうですね。いや長い、はい、Z の特徴なんだよ。フルタが長かったよ。そうです、大きめの、そうですね、あのキャッチャーミット好んだっていう部分も影響からあるんですかね。影響が、はい、2位。はい、2位、水野。あー、やっぱり2位水野なんだ。ランクインしてきますね、やっぱり水野はね、安定感が半端ない。もう何もしなくて使える。親指しっかりしてるし、外野手は水野使って、はい、
ったらいいよ。グラブが軽いもん、距離走る、走りますもんね、うん、だからそういう意味では軽いグラブの方がいいかな、うん、いいと。グローバルエリートっていうシリーズの方が軽さは際立っているので、こっち、はい、水野プロはこうしっかりしているイメージ、グローバルエリートは軽いイメージですかね。しっかりしてるんだよね、こっちもすぐ馴染みそうだもんね、はい。1位ちょっと楽しみです、はいはい、じゃあ1位、はい、じゃあ1位ウィルソンです。おお、ちょっともらってないのウィルソンから。いやもらってないメジャー志向になってきてるじゃないですか。メジャー志向といっても海外で営業されてる方とかも日本人ですし、海外で使っているプロの選手と使っているモデルはメイドインジャパンですし、鹿児島 の工場で作ってるんですけど、工場長しっかりもう皆さんがすごく丁寧にしっかり作ってますね。俺のアイスターローリングスはダメなの。いやすごいいいです、すごいいいですね。ローリングさん何位？4位5位ぐらいに。4位5位ぐらいまで落ちちゃう。いやでもそれがまさかの昔の川とは違うな。やっぱちょっとやっぱ変わってきてんじゃないですか。どうですか今のローリングさん。今のローリングさんちょっとダメだなこれ。メイドインジャパンでしょ。メイドインフィリピンですね。メイドイン USA はすごいよね、川が全然違う。はい、7万とかで売られてたとかね。7万今豊さんがもし現役でやってて、はい、選ぶとしたらどれが一番しっくりきました？迷ってた。ちょっとこれは大きめのタイプですね、うん、ちょっと日本人好みで言うとちょっとこれとか好きな方多いですよ。ちょっと指が立って入るようなグラブが好きな方すごく多いので、ダメだ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 、好みじゃなくてエラーしないためにだから。あーさすがやっぱ9割9分ない。そうそうそう、やっぱね、水野より俺はこっちが好き。おーウィルソン、これなぜかというと丸まってるでしょグラブが、はい、丸まってるっていうのはいろんなプレーがあるじゃん、パーンと入ったらこう閉じてくれる、そういうものの機能がやっぱウィルソンこのグラブは欠けてる。まあ個人の見解ですけども、丸いグラブがやっぱこうおすすめです。さて問題です。はいはい、これ何だと思う？え、もう普通に答えていいですか？うん、でいい。これはグローブの肩を叩くやつ。うん、これ、あ、いいと思う。ボケなきゃいけないから。いや、俺肩叩きかなと思ったら、はい、正解。いや、そんなのあるんだね、今。いや、あります、あります。いや、俺らの金槌とかさ、そんなんでゴンゴン叩いてたから、そんなんあるんや。え、なかったんすか？そんなわざわざ、お前、孫の手みたいなのないよ、お前。本当っすか？いや、だから、伊藤さん何商品で肩叩いてんのかなと思って。大笑いされたし。いや、びっくりしましたよ、こっち。